くら授業が上手くてもカメラ向けられた瞬間にあーあーってなるし、はいはい、女性講師は欲しい、まあ、関肘はどうしよう子役とか芸能人とか、はい、アイドルとか仕事をあ、はいはい、いけないでしょ。審査員ってこう並べた時にこれやっぱお師匠さん的な人が一人いないとこれまとまりがつかないな。ハローでは始まりました、もちチャンネルです。今回ですね、関先生にお越しいただきましてですね、はい、いや今回はですね、じゃあまあ気になってるスタサプですね。スタサプ、はい、めっちゃ僕が怒られそうな企画どうやって始まったのかっていうの結構やっぱ気になってる多いよね。あのね、スタサプのね、年に1回すごいもうペニンシュラとかのホテルでこう、はい、あっとみんなでこうやる時があって200人ぐらいで、うん、でその時にクイズがあって、はい、スタサプで最初になって講師になった人は誰でしょう、はいはいはい、1番関正人、はい、2番肘役、3番誰誰とか、はいはい、でみんなでこうゲームやって商品とかあって、うん、でみんな関正を選んで外れて俺に何か文句言うみたいな俺に言われてもしょうがねえじゃんみたいな、俺じゃねえんだよっていう。で一番最初肘先生と山田先生、数学の。そうなんですよ。だから肘先生がすごいのはあそこで王様になってもよかったわけですよね、はいはい、自分の、うんうん、だから自分より集客力のあるやつを連れてきちゃうっていう。そうだね、うん、だからこの事業は絶対世の中に広めるべきだと彼曰く、うんうん、でそのためには自分はここまでできると、ただやっぱもう一コマ必要だっつって言ってました。話した時も自分は天狗だったけれどもって言ってました。どこで食べたんですか？あの一緒にあ飲み会で、そうです、福崎先生行った時に自分はすごいもうめちゃくちゃ尖っててめちゃくちゃ天狗だったけれども、うん、いややっぱり関先生、あ自分ではなく、あんなごちゃごちゃしてる中でよくそんな喋るそうそうそう言ってました。あれ楽しかったですよね。そうですね、集まった時あれはだからもともとそれこそ俺はもう映像講師、主要映像講師を集めちゃえっていうテーマがあって、はい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 、だから森田先生の東進、はい、まあね、時田先生もいたけど、はい、とね、あと N4 行こうと。そうですね、はい、そうそう、あとはね山田信彦先生、あそうですね、ノブさんもあの YouTube の宣伝でめっちゃ出てきましたコマーシャルノブさんも一番見てる講師かもしれないと思う、ね、家庭教師も高いとそこを集めてそれが一つの写真に収まったら面白いんじゃないかなと思って、あ、うん、そうですね、ありましたね、うん、でまあちょうど福崎先生も、はい、ヨゼミに行かれて、で映像出て、まあだからなんかこれが揃ったらなんか面白いなと思って、あその時その喋ったんですか。そうです、そうです、そこで言ってました。だから彼に声かけられて、まあ、非常に面白そうだと。で僕も予備校縮小あの時減らしてたんで、はい、実はもう多分ね週6個もやってなかったかな。あそうだったんですね。そうです、そうです、それぐらいでもう本に専念してたんで、はい、でその時に映像事業ってあって、これはもうとにかく全国レベルで勝負しなきゃいけないっていう話なんで、ああそれはいい話だねっていう。ひじさんがじゃあ説得しに来たんですね。そうですね、ええ、ただまあ実際説得の内も1秒で終わったっていうか、あいいや、ええ、もうやるやるやるってこと、ね、うん、実はここもつながっててですね、僕とそのひじさんがリクルートで、まあ、まあ一応社員みたいな感じなんです、ね、うん、そうです、そうです、社員でいて後ろの席が僕の小学校の同級生そうですそのシステムを作ってもういないですけど、あ英語のいろいろやってるじゃないですか、英語 の、 あのシステム、はい、よくわかんないといけない、スタディサプリの英語 の、 英語のやつあるじゃないですか、うん、あのシステム開発した人です、すごいな、結構なんかそう小学校の時からアメリカ結構行ってるってよく言ってたのは確かに覚えてるんですけど、それまさかの偶然会ってあれみたいな感じで、で喋ったらあれ共通の知り合いがこうなってるってことは英語関係の仕事してるのとかって言って、うん、ああそうですみたいな、そうですよみたいなこと、あひじいさん懐かしいみたいな、後ろ席後ろだったよって、へえすごいな、いい話です、そうそうそう、そんなつながりもあったりして、あそうですね、でひじいさんがでスタート時にそうか2人3人、いや多分山尾先生と肘先生の2人でしょ、英語と数学出して最初は2人でスタートして、多分ちょっと正確は分かんないけど2012年の秋にローンチして2人 で、 ああでその頃にちょうど撮り始めてて、その数ヶ月前にオファーが来て、まあもう世の中にはローンチしてると、なるほど、うん、で2人の授業があって、でも僕はずっとそれやっててでたまに言ってくるわけですよ、なんか肘先生あんなやつだねとか言われて、自分もやってるんだけどそれ言えないからずっと頑張ってて、で撮って授業取って、でその2013年かなだと思いますけど、分かんないけど春にもう、あそうか当時受験サプリでしょ、そうそうそう受験サプリで、あといろいろありました、英語サプリとか料理サプリとかまでいろんなのがあって、そう料理サプリサプリイベントなのかそうそうそうすごいあって、そうそうそう、でそこからもう大体ほとんどの科目がドーンと、はいはい、うんうん、基本やっぱ修営の先生たちがメインになったんですかね、たまたまそうでしょうね、だからとにかく力のある講師を紹介してくれと、
でも森先生わかるでしょうけど、いくら授業がうまくてもカメラ向けられた瞬間にああってなるじゃん。あんだけ教室では生き生きしてるのに、カメラ向けられたっていうのがなかなか難しいですよね。そうですね。だからそれができる人っていうのがまず実は最低条件。そうですね。いやだから外地さんとかすごいなって思いました。衝撃でした最初見た時。もう衝撃はやっぱ菅野坂先生ですけど、ね、こんなやっていいんだみたいな、うんね、そうそう、飛び道具だなすげえなと思ってやってましたからね。そうだから、でもまあそういうだろうなと思って集めて、実際そうだったり、いい意味で予想以上だったりとか、うん、うん、その前にちょこちょこ YouTube に上げられたりとかするのあったんで、はいはいはい、僕の終演の時の YouTube も、授業も YouTube に上がってたし、はい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 、だからまあ映像っていうのがなんとなくどういうものか少し分かってて、うんうん、でまあこの先生ならいけるだろうなって人に僕から声かけたり、他の人が声かけたり、なるほど、うん、そういう形で始めたわけですね、うんうん、だからまあそうですね。そう、あとは女性講師今2人、あ、そうですね、うん、今というか当時から多分その流れがまた来るんじゃないか。ちょっと今やっぱこの業界女性講師少ないじゃないですか。少ないですよね。こんな男女平等の仕事ないなと思うんだけど、うん、なんで多分サプリの影響で増えるんじゃないかなとちょっと思ってました。ああなるほど。あの2人僕が呼んできたんですよ、ちなみに。あ、サプリの女子さん、はいはいはい、やっぱりカメラ向けないと堂々とやるから、はい、すごいすごいすごい時代が。そうですね、またなるほどね。英語は女性の講師お探ししますよそうなんですね、うん、女性講師は欲しい。そうなんですね。やっぱ関肘は鬱陶しいうん、そこにね、なんかね、箸休めというか、やっぱね、関肘でこうなんかね、こうおじさん2人に、うん、救ってくれる女性の先生、もしくはちょっとフェミニンな男性でいいんだけど、フェミニンな男性、うん、なるほど、これで募集殺到かもしれないですね。そう考えると一ノ瀬先生あれすげえ。あ、そうですね、はい、フェミニン、フェミニン、いや知らないですよ、人間としては、ね、はい、いやでも出てくる絵がフェミニン、うん、やっぱり女子力って感じですね。そうですね、英語交渉オーディション、そうですね、優勝者ですね、一ノ瀬杏先生。うん、あれはでなんかあすげえなと思ったら、なんか森先生のあれ見てたら、もうなんか福崎先生と会いましたとか、安子先生と会いました、そうですね、もうだめ、もう師匠で出しちゃったらね、先生で出しちゃったらもう俺も何も言えないから。いや、やっぱあのやっぱりそうです、ここ交渉オーディションの審査員ってこう並べた時に、これやっぱお師匠さん的な人が一人いないとこれまとまりがつかないなと思ってこうでも福崎先生ってものすごいあんなレジェンド級なのに腰めちゃくちゃ低いですよ。そうですね、俺飲み屋行った時に俺が髪座ってるんですよ。いやつって言うから、あどこだって言うから、なんかいやすごいなって思うんですね。それはまた一本になっちゃうからね。そうだね、サプリの話をとりあえず、こういった形で始まってね、拡大していった。そう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 、それでそう講師集めて、いやすごい、うん、でまあグイ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 来てますよね、サプリはね。今高校採用がすごいですもんね。すごいです、もう1000校超えてるって、日本には5000校ぐらいらしいんですよ。へえ、高校って誰でも5校ぐらいいるじゃないですか、はいはい、高校って大体1校ぐらい絡んでるっていう。なるほど、だからサプリはすごいですよね、うん、まあすごいだろうなって思ったけど、ちょっと予想以上というか、うん、うん、本当にありがたい、うん、あとね、子役とか芸能人とか、はい、アイドルとか仕事をいけないでしょ、はいはい、だからめっちゃ見てるっていう、うん、そうですね、だからなんだってことはないんですけど、でも結構セミナーとかで話すとテンション上がる生徒たちは、あ、なんかね、きっと視聴者の中でお前所属先の敵を宣伝してるんじゃないかみたいに思われるかもしれないですけど、いや、ね、サプリの値段だったら全然ね、そうそうそう、一緒に、ね、併用すればいいだけだ、併用できるものなので、うん、そこ勘違いしないでくださいね、うん、なんかどこどっちか一つじゃなきゃいけないわけじゃないですから、併用できる値段なんで、そうそう、だから今まではどちらか一人を受けて盲目的だったものが、それこそ両方受けられるし、そうですそうです、ね、僕の全然関係ない先生のも受けられるから、でも全然いい機会で見比べられるし、そう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 、勘違いしないでください、そう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 、僕だって東進の講師、例えば時田先生とかと強調してるし、ね、彼をデビューさせたの、 ね、 ね、著書デビューとか、やっぱそこはやっぱこういい感じでね、そうですね、そう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 です、はい、で俺森田先生すげえなって思うのはあれですよね、めっちゃ俺おかげでパワーアップできましたもんね、その単純にこういろいろ頑張ってるっていうのもあるんですけど、はい、川先生紹介してくれたの、森田先生、あ、そうですね、はい、もう敵に塩を送るレベルじゃないですよね敵に大砲送るぐらいの大砲ですよとんでもないですね、いやだからダニエルさんも紹介してくれたし、あ、そうですね、はい、うん、問題いっぱい作ってもらいました、はい、そうなんですよ、なのでもっと助かってる、問題ってあれですかね、作文の方ですかね、イシュートラブルじゃないですか、そうそうそう、
そう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 、だからこっちにね、もう援軍どころかね、なんかそう野球でいうと、もう三冠を取る外国人をこっちに送ってくれてるっていう、はい、そうなんですよ、いろいろあるんですよ。じゃあ今度は著書の話をじゃあ聞いていきたいと思いますんで、はい、ありがとうございました、はい。